今日はね、ドラマでも流行ったよね、サイレント、はい、まあ、そんな中、僕も去年かな、デフサッカーの日本代表のキャンプにも何回か呼んでもらって、まあ、臨時でゴールキーパーコーチをさせていただいて、いただいてたんですけれども、まあ、そこでいろいろコミュニケーションを常にそのメンバーと呼んでいまして、まあ、僕は YouTube をやっていることを知ってるので、対決いつかしたいと思ったので今日呼びました。紹介します。デフサッカー日本代表のお二人でございます。どうぞ。古島啓太選手と堀井壮太選手でございます。これ拍手です。拍手お願いします。はい、紹介お願いします。デフサッカー日本代表の古島啓太と申します。よろしくお願いします。お願いします。もう一応盛り上がるけど、やっぱ対戦相手もいないとということ で、ね、今日特別ゲスト、はい、呼んでまいりました。では紹介します。どうぞ。毎度大きりの、あ、もういらんの、毎度大きり、あ、毎度大きりの2人です。神なかった甘神したっす。甘神様降臨で。私の名前はエッセです。よろしくお願いします。素晴らしい。僕の名前はおいおい、私の名前は加藤のぶひろです。よろしくお願いします。はい、ということで、今日この5人でチーム戦でいこうかなと思っています。はい、ルールチーム戦デフサッカー日本代表対毎度おきに対、はい、あとは略さえも全部カットです。これ全部カットです。で、やっていきたいと思います。はい、やっていきたいと思います。チャンネルのお父さん見てるブラッピのお父さん、お父さん見てます。だって僕ちょっと一番気合いの入るチャンネルで頑張ります。はい、じゃ今日の対決今日の対決もうちょい対決ないです。お父さんに向けて愛を語ろうそれが一つ、はい、はい、じゃあまずそれやります。はい、23年間育ててくれてありがとう。今日の俺の右足のシュートで世界変えるわ。デフサッカー日本代表と毎度大喜利と加藤信弘のせーのドアノモンジャーイ。今日の対決ですけれども、デフサッカー日本代表対毎度大喜利、まずは対決ということで、イングランドやります。イングランド、で1人5本ずつでやります。だから合計だと20本ありますね。でも20本僕が決められ続けたら、まあ僕全負けじゃないですか。まあ、それでいいんですけど、多分入らない。だからここは争ってもらいます。ここは争ってもらいます。何点決めます？僕に何点取れる？20点中ですか？20点中、20点中。半分で。あ、グランダシ。少な。純大先生、6。8で引き分け。8で引き分け。8以上で僕の。8以上であなたたちの勝ち、うん。プラス、この、どっちかのでいきましょう。はい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 。OK ですか？じゃあまずそれやります。いいですか？はい。はい。はい、意気込みあれば皆さん。あ、意気込み。打つ側が。あ、いいです。これ一回進行したんだ。はい。半年やってるんで。ありがとうございます。はい。だからもう始めしちゃってくださいもん。あ、わかりました。じゃあまあ、左から順に。キーパーの取れないコースに、的確にシュートしていきます。あ、そうです。ただ酒飲んで唐揚げ、こんな太ってるデブに、そんなもう全部決めんとおかしいですよ。これ全部わかってる？わかってる？
けない。レブでも止める。まあ、結構今いい感じで。来いよ。次って行きます。はい。意気込みは。意気込みはデブなんで、だ横飛びとかもできないと思うんですよ。コースに大きい。大きいけど。もう流し込むだけで。流し込むだけ。いつもの。ビデオ判定で後ほど編集時にビデオ判定で編集時にビデオ判定だね。ダッチー乗れましょう。ダッチー乗りたよ。うまい。前半終わって、まあ、8点以内だったら勝ちなんでね。交代、大丈夫です。はい。ソータ、意気込み。日本大学ではタイルバックなんですけども、はい、タイルバックでも決められる選手で、あることを表明していきたいなと思います。はい。頑張ります。はい。うわ、早っ。早っ。うわスーパー、うわーしゃー、触る、いやめっちゃ惜しい、今の触るのエグい、うわしゃー、1本ついたよ。僕が4本決めた。あとはもう心した勝負や。そうっす。全部決めないと勝てないですが、ちょっとね、僕シュートに自信ないわけじゃないんですけど、純大さんめっちゃ苦手なんですよ、うん、結構あのシュートフォームとかで逆つく系のシュートなんですけど、結構読まれるんで、そこの探り合いで、言葉はいらないです。アウト。うわあ！
川スーパー。うわー、うわー、甘いもん。なんだけ早くてもちょっと甘かった。あー、勝ったな今の。おい、あー悔しい。さあ、実はですね、ちょっと一回当たってください。はい、途中で決めてたんですよこれね。実はね、まだ前半ない。うん、前半こっちにしかやってない。半分あるから、はい、後半でこっちか ら, こっちから、あ、今こっちから蹴ったの。こっちから、ね、はーい。うわっはははは、いやー、マルタだって弟に入ってんの早いっすね、めちゃくちゃ早い。ゼロ。今ゼロ。入りました。入りました。あれ、ノブさん。ノブさん、今のは握力負け。握力負け。絶対良い子のみんなやっちゃうな。あー。ここで行っちゃったよ。あー、なるほど。行かないと。本当はそう行かないといけないの。おお、こう行っちゃった。あー。今何点？5点？7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 点
今日あと1、2本決めるだけで、はい、頑張ります。やっぱね、あのウェブサッカーの際にシュートがめちゃくちゃ上手い、うん、駆け引きしてるし、速いし、うん、同点っす。じゃあ頼んです。一生いっぱいやな。もう俺のことを置いて一生いっぱいや。あ、そうですね。何ですか、 TK 行く、 TK 次の対決に持ち込み、次の対決に持ち込みね、持ち込みで。今は1対1の引き分けでした。はい、で、一生1分けです。はい、まだ負けてないですか。はい、なんか引き分けとか言ってんじゃん。いや、なんか8は引き分け、引き分けです。引き分けやったっすよね。そうよ。引き分けでした。はい、すみません。じゃあ持ち越しですけれども、はい、まあ、まず1回戦目終わりましたけれども、はい、どうですか、イングランド。でもね、端っこは絶対いけない。だコースだよ。イングランドなんてもう端っこ行ったら入るんだから、うん、だから止めれるわけないじゃん。俺止めてたのか、絶対止めてない。もう分かるもん、全部入ってた。引き分け、今日は。いや、今のはだから全部引き分け、全部引き分け、うん、全部引き分け、うん、全部引き分け、はい。おう、じゃあ次、いい、まず PK、 日本勝負します。はい、日本勝負。まずはあなた今一生一分け、あなただって一生一分けです。だからレフサッカー日本代表対前の大きいんで、1人5本ずつ計10本、どっちを決めるか対決、もうこれは俺関係ない。ここの対決、はい、OK、 これ第1試合、はい、でもさっきのイングランドでもう僕はもうみんなと同点でしたということで、2回戦目、チーム、4人がチーム、第一、あと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 、それはもう1本ずつ、1人。いや、もうこれは1人何本にしますか、何本とか、何本って言ってもいいか、どう？いかない？1回目5本ずつ蹴って、2回目は1本か2本ずつぐらいでいいんじゃないですか。まあ緊張感あるんで。じゃあ2だ、はい、じゃあ加藤と PK 対決は1人2本ずつ、6本、6本ね、8本、はい、8本8本で何点決めます？ PK よ。8で何本止めたら勝ち？止めたら勝ち。2本。いや、もう全然甘い。じゃあ3本止めろ。うわ、8本中3本。はい、俺ね、2止められるから、誰かあと1本だけ外して。OK。じゃあ、それでいきます。はい。サッカー日本代表、アジアカップ、いつ、まだ決まってない？9月。9月？世界大会。もう世界決まり？もちろん。マレーシア、マレーシア、ここで勝てないと勝てないですよ。ちょっと行く前に行きましょう。
まあ、こうやって交わったことによって、まあ、毎度大きいもそうだし、サッカー日本代表、もちろんデフリンピックもね、もう決まってるし、今度ね、2022年に決まりますし、チケットください。試合のチケットください。見に行きます。はい、はい、買います。あ、買ってみに行きましょう、みんなで。買います。はい、まあ、こういう交流もね、この加藤信弘のどんな問題でこれからもしていこうと思いますので、皆さん、ご一戦した皆さんを応援していただけたら嬉しいです。ということで、今日の加藤信弘のどんな問題を締めさせていただきたいと思います。皆さん、最後にいつものいいですか？はい。せーの、どんな問題？お願いします。